毛穴が 30.9% 減る結果、嘘でしょ。品種実験の結果とかがあるとね、信憑性めちゃくちゃ高いかなと思います。これからね、日本でもじわじわ有名になること間違いなしなので、ぜひ皆さん、先取りして。アンニョン。メイクのコツは、自分に合うスキンケアアイテムを探すのって難しくない？韓国コスメライターのチタでーす。ということで、今回はそんなお悩みを解決してくれるナンバーズインについてご紹介していきまーす。実はナンバーズインの商品、これでしょこんなに実はたくさん愛用していて、その中でも特におすすめのね、3つを今日はえりすぐってご紹介していきたいと思います。まずはね、ナンバーズインっていうブランド初めて聞いたよって方もいると思うので、ブランドの説明からしていきますね。ナンバーズインは2021年韓国の YouTubers Award のスキンケアブランドで総合1位を取ったりとか、5冠ぐらいね、賞を受賞してしまうほど今人気のスキンケアブランドとなってます。またね、動画とかでもね、紹介したオリーブヤングの方にも入店して、トナー3種類あるんですけど、それがね、もうね、速乾してしまうぐらいの韓国でもかなり認知度が高くって人気のね、ブランドさんとなっております。耳寄りなコスパのいいアイテムのご紹介とかもね、この後待ってるので、ぜひぜひ最後まで動画ご覧いただけたら嬉しいです。ではね、ここまでね、実績聞いていくと気になるのは商品ですよね。じゃあ、ここから順にですね、商品3つご紹介していきます。まず最初に紹介するのが、このさっぱりすっきりクレンジングオイルです。クレンジングオイルといえば、シューウェブラのね、ものがね、ご人気かなって思うんですけど、あれにめちゃくちゃ使用感が似てるって言ってバズったアイテムなんですよ。でね、オリーブヤングのクレンジングオイル部門でも、なんと1位を受賞してるアイテムになります。いや、それは信憑性めちゃくちゃ高いな。でね、クレンジングオイルなので、メイク落とすだけじゃなくて、まあ、角質だったりとか、皮脂だったり、角栓のケア、毛穴のケア、もねしてくれます。要するにね、しっかりメイクが落とせるし、お肌のね、老廃物とかもね、落とせるよっていうアイテムになってます。で、乳化しやすいので、汚れを吸着してしっかり落とせるのがポイントです。で、なおかつこう洗い心地もいい。なんかクレンジングオイルってたまに洗い流したとぬめるやつあるじゃないですか。でも、このね、ナンバーズインのやつはそんな風にこう落としにくいってこともないよっていう風なアイテムになってます。ということでね、早速ね、使用していきたいと思います。はい、顔が丸い。テクスチャーはね、結構クレンジングオイルの割にはね、サラサラしてる水っぽい感じが特徴かなと思います。では実際に出していきますねこんな感じの使用感です。めちゃくちゃサラサラ。なんか今まで使ってきたクレンジングオイルってどれもこってりしてたんですけど、めちゃサラサラです。ではまずは顔にまんべんなくのせて、でね、使い方としては、毛穴とかね、気になる部分とかくるくるしつつね、使うと良いそうです。よいしょよいしょ。あと目ね。このね、クレンジングオイルは臨床実験で2週間使い続けた結果、毛穴のね、老廃物が 94% も除去できて、こう黒い角栓、あれがね、17% もね、減少したらしいんですよ。確かにスキンケアとかってね、1回で変わることはないので、2週間ね、しっかり継続していくと、そういうね、お肌のね、汚れとかも、ね、しっかり落としてくれそうです。94ってそれ、四捨五入したらほぼ100じゃない？ということでね、ある程度、気になる角栓、こことかね、もうくるくる綺麗にできたので、流していきたいと思います。はい、ということでね、はっきり洗い流してきました。全然ベタつきとかもなくて、洗い心地とっても気持ちいいです。で、2個で実際に使ってみて、しっかり洗い流してはくれる、しっかり汚れを落としてくれるんですけど、成分がね、かなり優しいので、こうあんまり負担がないっていうのがね、こう使用してて結構実感しました。で、クレンジングオイル使うと、私ここめちゃくちゃ突っ張るタイプ系女子なんですけど、全然そんな感じしなかったです。なんか低刺激テストにもしっかり合格してるみたいなので、肌タイプね、どんな方でもね、使いやすいクレンジングだなと思いました。あと、いい匂いする。なんか洗浄力が高くて刺激の強いクレンジングっていうのはね、まあ、いっぱいあると思うんですけど、これはね、優しい成分のみなので、しっかりクレンジングしたいし、まあ、毛穴の汚れとかもケアしたいけど、私は肌弱いんだよねっていう人とかね、ぜひチェックしてみてほしいです。あとは、人気のシュウウエムラのやつはかなりね、お値段の方がちょっと高いのでコスパのいいクレンジングオイルを探している人っていうのにもおすすめかなと思います。差的には結構さっぱりした洗い心地が好きなんですよ。毛穴とかゴワつきとかもしっかり取ってくれるものが好きなので、そう、こちらが好きかな。はい、というわけでね、クレンジングオイル迷子の人ぜひチェックしてみてください。はい、次2つ目に紹介するのが、冒頭に紹介した速乾したトナーとはこの子のことです。ウルツヤ発光トナーですね。名前がいい。
それと同時にね、すぐに完売してしまったこの子使っていきたいと思います。まずはね、コットンの方にね、浸していきたいと思います。じゃーん、見てわかるかな、若干ね、とろみがあるようなテクスチャーしてますね。もったいつけずにいっぱい塗る派です。で、コットンになじませてお肌にのせていきます。なんかね、柑橘っぽいかなみたいな高級感ある匂いがめちゃくちゃします。よいしょよいしょ。はい、結構とろみがあるテクスチャーだったので、コットンパックしても肌なじみしっかりするまでに時間かかるかなって思ったんですけど、肌なじみかなりよくって、お肌がね、ぐんぐんこのトナーを飲んでる感じがすごいします。このトナーの特徴としては、発酵成分がなんと50個も入ってるんですよ。でね、あの発酵系のコスメっていうのは、まあ、結構高いらしいんですよ。で、韓国のハイブランドのブランドとかでもいっぱい出てるみたいなんですけど、ブラインドテストっていうテストをして、このウルツヤ発酵トナーが上位かなっていう意見がね、多かったそうです。でね、これも2週間の臨床実験っていうのを行っていて、お肌のね、ツヤがなんと 52% も増幅したそうです。これってスキンケアの成分の中でこう比べるとめちゃくちゃ高い、すごいいい成績らしいです。でね、あのそのスキンケアっていうのは、いろんなものね、いっぱい重ねたらいいってわけじゃないんですよ。なんでこれ1個でもう50個の発酵成分が入ってるこの子を使って、顔色、保湿、ツヤ、弾力かな、あと栄養とかのね、ケアをね、この子1個で終わらせてしまうっていうのがおすすめです。はい、馴染んだ。なんか実際使ってみて、すごいお肌が水分をごくごく飲んでくれる感じがするし、それがこう蒸発してしまう、この後潤いが失われそうだなって感じも結構ないです。しっかり内側の奥までね、浸透された感があります。なんか美容液みたいな化粧水だなって使ってって思いました。はい、ということで、ぜひね、トナー探しの方、ウルツヤ発酵トナーね、ぜひチェックしてみてください。はい、最後に紹介するのが、じゃん、このすべすべキメケアセラムです。美容液は全部で10種類あって、その中の私のワンピックがこの子です。発酵成分がトナーと一緒でね、メインとなってる美容液なんですけど、まあ、SK2 とか ST ローダーのメイン成分であるビフィズスキン、かまずに言えたガラクトミセスっていうのをね、配合した美容液だそうです。でね、高価な発酵成分がこんなに1杯が1本に入ったのって結構珍しいらしいです。の割にお値段がお安いから、これはもうコスパ結構いいアイテムですね。はい、じゃあ実際に使ってみましょう。まずね、テクスチャーはこんな感じ、ちょっとこってりしたね、テクスチャーの美容液となってます。香りはトナーほど強くはないかな、よくある美容液のスキンケアの匂いがします。とろみがあるから、トナーしてすぐに塗ったら弾くかなって思ったんですけど、全然ですね、肌にどんどん馴染んでいきます。で、まあ、この美容液をワンピックした選んだのには大きな理由があって、スキンケアでキメっていう言葉めっちゃ大事だし、私好きなんですよ。これなんでかっていうと、結局お肌が綺麗かどうかって、保湿ももちろん大切なんですけど、キメが細かいかどうかで決まるんですよ。キメは細かきゃ細かいほどいいんですよ。で、さっきお話しした発酵成分っていうのがしっかりお肌のキメだったりとか、この凹凸、あと毛穴とかをね、こうね、綺麗にしっかり整えてくれるそうです。でね、実際にこの美容液も臨床実験を行っているそうで、毛穴が 30.9% 減る結果、嘘でしょが出たそうです。はい、ということで、私もこれを使うことで2週間後に 30% の毛穴をカットさせていただきます。ありがとうございます。まあまあまあ、個人差あるんであれなんですけどね。発酵成分っていうのは本当にお肌にいいらしく、お肌のキメ、凹凸、毛穴も整えてくれるそうなんですけど、かなり、ね、高いんですよ、お値段が。本当になんか実際にでも使ってみて発酵成分合わないっていうパターンとかもあるので、まあ、割と安価でコスパいいもので、発酵成分がね、こう自分のお肌に合うかどうか試してみたいよっていう人とかにもね、おすすめな一本となってます。ぜひぜひ使ってみてください。でね、3つね、実際にこう紹介してみて、やっぱり自分が使ってみてとか、人のね、口コミとかもめちゃくちゃ参考になるんですけど、品種実験の結果とかがあるとね、信憑性めちゃくちゃ高いかなと思います。で、実際に私この3つのアイテムを重点的にね、これでも1週間ほど使ってるんですけど、特にあのおでこと頬のキメとか、まあ、毛穴周りっていうのがかなり綺麗になりました。なんかまずクレンジング自体でここのね、ごわつきとかもかなり消えてきましたし、なんか今まではクレンザーを別で使ってたんですけど、クレンザーしなくても毛穴のごわつきができなくなりました。でね、キメとかも本当にこのトナーとこのね、キメケアのセラムを合わせて使うようになって、かなりこう締まってきたのかなっていう感じはします。でね、お肌が結構弾力もちっとしてね、あ、多分画面50も伝わると思います。ほら、伝わるでしょ
なんかもちっと感が以前よりもねちょっとね出てきたっていうのがね私の1週間使ってみてのリアルな感想です。おすすめ3選皆さんいかがでしたか。このねナンバーズインなんですけど日本にね上陸してまだね1年も経ってないみたいなんですよ。オフラインの店舗っていうのがまだないので韓国コスメ本当に好きな人が知ってる有名ブランドみたいな感じのブランドさんです。これからね日本でもじわじわ有名になること間違いなしなのでぜひ皆さん先取りしてチェックしてみてください。でねちょうど今ね年に4回しかない9点のねメガ割が開催されております。大好き、買い物するの楽しみ、イエーイ。なのでね9点だったりとか公式のねショップさんで、まあ、割引とかね特典とかお買い物するのにはねちょうどいいタイミングなのでぜひぜひ皆さん合わせてチェックしてみてください。私は一旦トナー買いたそうかな。ぜひね皆さんのねスキンケアのね仲間入りナンバーズインがしてくれたら嬉しいなと思います。ぜひね今回の動画が面白かったよ参考になったよって方はねチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。10万人いくまで毎日投稿しておりますので布教してくださったら嬉しいです。なのでねまたぜひ明日の動画でお会いしましょう。アンニョー。